大きな海の空高く、雲の上に。天界っていうとこがあって、そこにいるおっちょこちょりドジなスタッフィーが、なぜか宝物を運んでいて、まあドジだから落としちゃうよね。そしたらいきなり嵐になって、スタッフィーもびっくりしちゃって、まあ自分も落ちちゃうよね。ドジだから落ちちゃうよね。そして海に落ちたスタッフィーをロビンのじっちゃんが助けるっていう話。はい、皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは、KK でございます。今回から新実況、始まりました。伝説のスタッフィーを、ノーダメージでクリアする、ゲーム実況になっております。ルール説明は至ってシンプル。ダメージを受けたら、その場で、死にます。うん、その場で死にます。そして、貝殻あるんですけど、あの貝殻を、そのダメージ受けて、最初からやりたかったんですけど、最初は。貝殻に触れてしまうと、その場所からスタートが確定なんで、どれだけやってもね、その場所からのスタートが確定になってしまったので、貝殻は、できるだけ触れずに行きたいんですけど、もし触れてしまったら、その時はもう、ガバガバなんで僕のルールは。もし触れてしまったら、その場所から、まあ、死んだらね、もしスタッフィーがダメージを受けてしまったら、またその場所からスタートということになります。できるだけね、貝殻の方は触れずに、行きたいと思うので、できるだけ最初から、またステージの最初からやり直しっていう形を取りたいので、できるだけ貝殻触れずにやっていきたいんですけど、もしね、ちょっと触れてしまった場合は、その時は許してください。じゃあやっていきましょう。さあ、最初はチュートリアルなので、そのチュートリアルを、やりたいんですけど、そこはもう倍速やら何やらして、ほぼ飛ばしたいと思います。一応敵は存在するんでね。その敵に当たるか当たらないかっていう感じだけですね。さて、ここはもう倍速で飛ばしていきたいと思います。さあ、まさかね、一回これ撮影したんですよ。一回撮影して貝殻で、もう内容は最初からできるのかなと思ってたんですけど、できなかったんで、もう触れてしまったらそこはもうしょうがないなっていう感じで、もう妥協してやろうかなと思ってます。さすがに僕もね、最初からまたやるってきついんで。まあ、しゃあないな。しゃあないよ、これはさすがに。こういうゲームだからね、とりあえずこのゲームは一番最初なんで、練習だったら やりたいと思ってるんで。さあ、夜間ゲット。さて、ここら辺はもうスピードでクリアして、速攻でクリアして、すぐ次のステージに参加してね、ステージ1に入りたいんでね。さあ、もう早速クリアしよう、ここら辺は。で、ここからだっけか、どっからだっけか。そう、これ。これ。これにできるだけ触れずに行きます。このマーメイドちゃんに。触れずにできるだけ頑張っていきたいと思います。触れちゃったら、このマーメイドちゃんに触れちゃったら、ここから死んでも、中断、スタートってなんかここからスタートは確定らしくて、そのステージの最初からまたできないっていう仕様になってるんで、このゲーム、スタッフィーはね。だから、もし触れてしまったらそこからスタートという形にしたいと思う。できるだけね、僕もちょっと難易度を上げたいので、できるだけこれ触れずにやっていきたいっていうのは僕的には本当に触れずに行きたいんですよ、本当は。だけど、もし触れてしまった場合ね、その時は許してください。本当はできるだけこうやってね、ノーダメージでいきたい人間なんで。よし、こっちだっけ。ここは怖いんだよね。まあ、スピンアタックしかできないから、慎重に行かないといけないんだね、こういうの。さあ、そろそろチュートリアルも終わりですね。さあ、チュートリアルはね、まあ簡単なんで、適当にバーってやってきちゃう。ね、できちゃうんで。クリアということで、とりあえずクリアしましたね。よし。できるだけ貝殻触れずに、やっていきましょう。さあ、こっからが本番ですよ。まずは、ステージ1、サンゴ礁。さあ、まずは、ヤドカリタさんの、お願いを聞いてという感じで、行きましょうか。お願い何でしたっけ？お願いじゃなかったっけ？とりあえず、あの魚にちょっとついていかなければいけないので、ちょっと怖いな、ここ。よいしょ。ちょっと怖いんで、ゆっくり行きますが、この扉に入ると、次のとこに行けるんだけど、よし、この魚にちょっとね、入った場所に、おー、怖い。こうやって、連続、あ、そうや、あのおばちゃんの言ってたことは、この連続スピンアタックで、こうやってね、これ真珠がゲットできるっていうこと話してましたよ。確か。で、これが、右から2番目なんですよ。はい、右から、そして、この貝殻、マーメイドちゃんはスルーします。
マーメイドちゃんはスルーしますよ。そして、これ下に行ったので、下に行きます。さあ、これが怖いんだよね。さあ、この魚ちゃんが意外と怖いんで、ゆっくりゆっくり進んで。慎重に行けばね、クリアはできるんで。さあ、これで、キョロスケをいじめているので、こいつらを倒します。そして、キョロスケが出てくる、強がりな弱虫のキョロスケちゃんがね、出てきて、こいつが言うには、大好きな大好きなハデヒラリさんにね、告白しようと思ったんですよ。こうやってね、こうやってキョロスケとハデヒラリさんが、今日も綺麗ですね、でへ、グフフフとか言いながら、ボンボンが現れて、今回のステージ1のボスは確かボンボンですよ。このボンボンを倒したら今回パート1は終わりになります。で、このボンボンがね、お嫁さんにするだべとか言って、実はね、キョロスケが告白スススススススって言おうしたら、キョロスケ邪魔されて、キャー助けてーってなって、ボンボンがボン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 って言って、ね、取り返してみろーとか言ってね。それでね、これ返せ返せって言うんですけど、この魚にね、ハマグリうまそうだな。このハマグリうまそうだなーとか言って、食べられそうになってて、キャー助けてー、どっか行ってやめろ来るなーって言いながら、今に至りますと。今に至ったと。まあそういう感じなんですね。とりあえずハデヒラリさんを助けに行ってこいっていうね。勝手に、スタッフィーに、頼まれます。こいつ一応弱虫なんでね、一応。先に行くとか言いながら、最後の最後、スタッフィーがとどめを刺すっていうね、いいとこドリップの、キョロスケになります。そして、ヤドカリタさんが、夜間と、さっきの角貝が水路に詰まっちゃって、やめて、ちょっとスピンアタックで壊してきてよって言って、ヤドカリタさんのお願いを聞きに行きます。さあ、そして貝殻は取らない。できるだけ取らないようにしますよ。で、ここで、ここが問題なんだよな。ここトンボがいるので、ま、カニちゃんもいるんですけど、トンボが一番きついので、こいつはただ歩きながら飛んでるだけなんで、ジャンプしてるだけで楽なんですけど、このトンボちゃんがかなりちょっとめんどくさいことになります。先ほどね、ボツになったやつではね、このトンボにやられてリセットして、あ、中断、セーブなってんじゃん、貝殻で。確定かよってなって、もう一回、テイク2取ってますので。さあ、ここ、ちょっとね、慎重に行かないと、一発で終わってしまう可能性があるんでね、ここで。さあ、ここで避けていく。で、ここで避けてって、これ怖いなって、ここはね、横ずっと押すとね、このまま進めるんで、このまま行けて、この夜間と角貝を壊して、OK という。で、水路は、流れたので、この先の、次どこ行けばいいんだっけか。次どこ行くかは僕にもよくわかんないですけど、確か右が行けたんだっけか。右側どうなんだっけ、どっか入れるようになった気がするんで、どこだっけか。探していきましょう。クラゲちゃんやめて。こういう変な動きするの一番嫌い。ちょ、やめて。ほんとダメージ1でも食らっちゃおしまいだから、あんまりそういうダメージ。やめて。よし。よし、で、ここを行って、次のステージに行けると。で、ここにキョロスケ、ボンボンがいますね。さあ、ここにボンボンがいるということで、話しておきましょう、キョロスケに。さあ、ここでボンボンを倒すと、ハデヒラリさんが渦巻きボンボンに連れて行かれた、この奥っていうね、ブンブン回って、弱点を回っての頭を攻撃する。さあ、これね、一応下見の時点でノーダメでクリアできたので、慎重にね、倒せばノーダメいけます。でもね、ここが一番怖い。一番怖いのどこかって、ここだよ。ここでダメージ受けるんが一番嫌なんだよ。さあ、一回ここでダメージ受けてしまった時があって。やめてここが怖いんだよね、ほんと。このボスの前のこの敵が一番怖いんでね、ボスはそこまで怖くないんですよ。さあ、来ました、ボンボン。ボンボンがここで登場していく。さあ、相手のボンボン行きましょうか。さあ、こいつを倒せば、今回パート1は終わりになるんですけど、倒せるかな。パート1はね、できるだけ、一発で行きたいんですよね。さあ行きましょう。ボンボンとの対決。弱点は頭。さあ、頭を攻撃。さあ、まずは一応ダメージ与える。そしてもう一与える。さあ、伝説のスタッフィー1はそこまでボンボンは強くない。さあ行け。当たらない。やばいぞ。これはやばいんじゃないか。だけどね、こいつぐるぐる回ってるだけなんで、ザゴいんだよ。さあ、こいつはそこまで強くない。さあ、でもここからが強い。ここからが強いってね、ボンボンは。ボンバーやっちまったーボンミスまた最初から行きまーす。まあ、ここ見せましょうか。とりあえずこう、やられちゃったなくっそー一発で行けなかったか。そして、この先ほどのステージを、
倍速やら何倍速かして、流していきたいと思います。じゃあ一回カット。あー、いけたーいけたーあー、もう、辛いよー。もう、ここまで来るのが辛いよー。あ、見て、怖い、あー、怖い、あー、怖い。よっしゃー、何回か死んだけど、ボンボン、リベンジだよ。意外と辛いなー。飛ばしてやんよ、お前の。お前、早動け。お前なんてさっさとぶっ殺してやる。貴様、調子に乗りやがって、ボン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 言いやがって。さあ、リベンジマッチ、そろそろとどめ刺さないと、本当にね、視聴者みんな怒るので、ステージ1でこんなに苦戦してんの、わら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 って言われそうなんで、そろそろね、クリアしたいと思います。そろそろね、クリアしないと、笑われるんでね。何してんだこいつ。はい、わかりました。え、何？ちょ、わけわかんねえ。もうやめて。僕も、あー、倒したー。倒せたー。あー、かわいいダンス。あー、かわいいダンス。あー、疲れた。あー、ステージ1やっと終わったー。疲れたー。そして、ここでハテヒラリさんがどっかからサンゴ礁の中から登場していく。さあ、ここで、キョロスケのハテヒラリさんの会話が始まるんですけど、これキョロスケのね、手柄になります、これ全部。このスタッフィーが全部ボンボンとか倒したんですけど、全部これがキョロスケの手柄になってしまう。そう、スタッフィーデートのし直しな。そう、デートにするらしい。展開に変えるんだろうってね。さあ、帰り方わかんないです。適当にするらしいってね。あ、次ね、座礁クジラさんの、口の中、体の中でしたね、確か。になります、ステージ2は。次の、クジラの、次のステージはクジラの中。になります。あー、疲れた。まあ、ステージ1でもまあこんなもんなんで。これね、正直先が思いやられる結果ですね。この先もっと難しいステージばかりなんで。いやー、いけるかな。まあ、時間かければいけると思うんですけど、次回、パート2は、この座礁クジラの、体の中の、にいるボス、名前忘れましたが、ボスがいるので、そいつを倒したいと思います。ね、パート1ね、見てどうだったでしょうか。ね、これからちょっとね、長い、動画。あ、そうですね。最後に、ちょっと言いたいんですけど、一応これ、オーグラを倒したら、一応終わりにしたいんですけど、一応最後にオーグラ倒した後に、ラスボスね、倒した後に、宝箱をなんか、探す旅に、が始まるんですけど、そっちはどうしよっかなって思ってたの、今は。今の段階だと、最終のラスボスのオーグラを倒して、綺麗に最終回っていう形にしようかなと思ってるんですけどね。そこはね、まあ、後々、まあ、考えていきたいと思います。何分の動画になったのかね。15分ぐらいの動画になったのかね。まあね、パート1は、これで以上になります。伝説のスタッフィー、ノーダメージクリア。無事ね、最終回まで行けるように、僕も頑張りますので、視聴者の皆さんもぜひね、最後まで、見てくださるとありがたいです。じゃあ、この辺で、パート1終わります。じゃあね、バイバイ。